木場本和恵です。こんにちは、知ったかぶりおです。僕は何でも知っている。カメレオンはね、忍者みたいに色を変えられるんだ。葉っぱの上に乗ったら緑色、ピンクのお花の上に乗ったらピンク色、シマウマの背中に乗ったらシマシマになっちゃうんだ。ブリオくん、違いますよ。ぎぃ、違うの。ブログにも書いちゃった。あらあら、またやっちゃいましたね、知ったかブリオくん。カメレオンはどんな色にも変化するというわけではありません。基本的にカメレオンが体の色を変えるのは、周りの温度や光の強弱、そして感情などによるものです。こうして日向に出してみると、あ、黒くなった。そう、これは体温を上げるために紫外線を吸収しやすい黒い色に変化しているんです。そしてそのまま置いておくと、ありゃー、白っぽくなってきちゃったよ。今度はこれ以上体温が上がらないように、太陽熱を吸収しにくい白っぽい色に変わるんです。ブリオくん、本物のカメレオンでよく観察してみてくださいね。宙に浮いた年金記録およそ5000万件のうち、昨年12月時点でも全体の3分の1にあたる1700万件余りが解明していないことが分かった。このうち手がかりのつかめていない記録が7割もあり、今後の特定作業は困難を極めそうだ。もう年だからお肌のたるみって仕方がないのかなって思ってたんだけど、これを使ったらみるみる引き締まったの。ええ、私も使ってます。親戚のおばさまがすごい綺麗になっちゃって、友達からも小顔になったって言われました。今売れに売れている美顔ローラー、コロコロゲルマ。軽くお肌の上を転がすだけの簡単ケア、3分間を1セットで3回、毎日およそ9分間、たるんだフェイスラインをスッキリフェイスに変えちゃいましょう。日本の浅田真央と韓国のキムヨナ、4年前2人の天才少女は同じ運命を味わった。年齢がわずかに足りず、オリンピック出場はお預け。次のオリンピック、バンクーバーを見据え、同じ夢へと向かい始めた。実は、韓国のフィギュアスケート選手は100人にも満たないのが現状。キムヨナは国からの支援がほとんどゼロという中、母と二人三脚で苦労してきた経験がある。だから今、必死にフィギュア界を盛り上げ、子供たちの未来を切り開く。毎年賞金の一部を寄付する活動も続けている。彼女には叶えなければならない夢がある。浅田真央、キムヨナ、それぞれの思いを胸に、これからも二人の運命的な関係は続いていく。そして二人が共にリンクに立つとき、その演技はさらに研ぎ澄まされていく。